こんにちは、かりんです。今回もラスベガス一大イベントを取材してきました。ムネさんも一緒に行ったので隣にムネさんがいます。こんにちは。2週連続でしたからね。はい、チェルシー対クラブアメリカ、イングランドのサッカーチームチェルシーとメキシコのサッカーチーム、はい、クラブアメリカ。メキシコ人多かったね。いやもう盛り上がりがメキシコというかラテンの血がすごかったですね。本当にそうだった。その会場に行くまでにそのいろんなもの売ってるでしょ。いや出店じゃないもんね。なんか個人的に売ってるでしょこの人たち。スーツケースでみたいな感じで。本当に。いやこれが楽しかったよね。いろいろ見て、まあ、ちょっとユニフォームいいなとも思ったんですけどね。普通普段着にしようかなとかって言ってたでしょ。あと帽子とかも売ってるし、鉢巻きとかも売ってたし、これもすごいよね。メキシコの帽子買うのかなあれ誰か。かぶってる、なんかああいう帽子かぶってる人何人か見かけましたけどね。あ、そう。まあでも会場まではね、こうやって歩いていくと楽しいよね。やっぱ楽しかったですね。一緒に盛り上がってる感じで。このマスクマンになって、だってクラブアメリカ関係ないからね。他のチームのファンだからね、この人。もうメキシコっていう応援のスタイルで。くくりがね、はい。セキュリティもすごいやっぱりスムーズ。早いよね。全然困らなかった。困らなかったですね。チケットももうね、ペーパーレスだし、買って。ただ荷物を持って行っちゃいけないんだよね。そうですね。なのでスマホと財布だけ持ってっていう形でしたね。そして2週目がね、エルクラシコですから、レアルマドリド対 FC バルセロナ、はい、見れないよ一生この試合。いやサッカー知らない私でもこのチームは有名って分かりますもん。そうだよ。このお姉さんたちすごいですね。すごいでしょ。いや本当出てる人のなんかちょっと稼いでる人のレベルが変わったよ前週とは。ちょっとラスベガスの雰囲気がいや人も多かったしね。でバルセロナとレアルマドリッドのファン半分半分かな。でもやっぱ若干バルセロナが多いのかな。でやっぱりこう南米系の人が多かった。あ、やっぱりこちらも盛り上がってましたか。いややばかったね本当。初めて見たこのスタジアムのこの人の量。いや羨ましいですね。すごかったよ。この動画は私が行った週のチェルシー対クラブアメリカの時の様子ですね。そうで、この前の黄色いユニフォームがクラブアメリカ。黄色がクラブアメリカで、はい、でこの青系のユニフォームなのがチェルシーの方でした。わかります。いやでもよくみんな食べるからね。あ、そうそう、これよかったよ。お兄さんたチェルシーファン、すっごい騒いでました。いや、ノリだよね。嬉しいんだよね。あ、そうそう、これが美味しそうでさ、鉄板焼き、お肉焼いてたの。あ、並んでましたよね。で、なんかライスに乗せてたこれ。あ、そうでしたっけ。シシカバブみたいな感じで。あ、しかもライスも2種類。そうだったんですね。またメイクが来たんです。で、試合中にやっぱお酒をね。やっぱお酒は必須ですから。はい、私おごりましたよ、またあなたに。はい、いつもおごってる、おごってる気がしますけど。あ、これがお酒買ってる時ですね。あのね、あなたがマルガリータかなんか頼んで、僕がビール頼んで、見てこれ、その2つで31ドル。いや、いや、いい値段するよね。いや、スタジアム価格と物価でこうダブルパンチで。ダブルパンチで。まあでも飲まないわけにいかないからね。いや、盛り上がるためには必須ですか。あ、で、このそのおばちゃんがあなたの飲み物を忘れてたのよ。いや、そうでした、そうでした。で、私たち、え？みたいになりましたよね。ごめん、ごめん。で、このからあの、なんか味を聞かれて、私スプライト入れてって言ったので、スプライトの味が入ってるようなカクテルにしてもらいました。で、あなたがここから驚愕の場所から ID を出すっていうですね。まあ、でもこれいいよね。絶対なくさないよね。日本の皆様にはこれやってみてください、はい、でもパスポートはなかなか足の裏には入れられないからね。ですね、運転免許証とかこのそのサイズのものでしたら靴の中に入れるのはおすすめですね。で、このおばちゃんが
あなた娘だって言われた。そうでしたね。そう、いやいや、友達でもないし、あの同じ同僚だよって話をしたんです。これ、あ、そう、この落花生とポテトを頼んで確か8ドルぐらいしたはず。いくらでした、ね、8ドル、8ぐらい。まあまあいい値段するよ、ね、40ドルですね、合計で全部合わせると。まあでもこれがないとね、まあ、楽しめないですから。はい、大事なで、落花生はこうやって殻は下に落として落とすっていうのが、これこうやらないといけないらしいから。あ、やらないといけないんですね。で、あなたはこの大きいピザを食べて、はい、ピザをいただいて試合を見て、いい眺めでしたね、この席も。ピザがね、いや、席がね、あ、席がですピザもすごい美味しかったですけどね。いや、この日もすごい観客多くて、特にクラブアメリカ側の、まあ、サポーターめちゃめちゃ盛り上がってたね、うん。で、これが2週目のエルクラシコですね。そう、もうレアルマドリード対バルセロナの試合もうすごかったの、パンパン。いや、もう人の数が、でもやっぱりこうやってあの酔っ払いを見るのもうテンション上がって上がりっぱの人間はやっぱりいたね。やっぱ大事ですね、そういう人たちも、うん、でやっぱカメラ向けても何も言わないしね、喜ぶしね、映せ映せみたいな、映せ映せみたいな感じなんでね。でこの日もやっぱり前週とは違ったこういうなんていうの料理ですか、出店見てたんだけど、これスパムスビ、あ、そんなのが、すごい美味しそうだったよ。スパムスビが確かね5ドルだった。あ、すごい、意外とそんな高くないでしょ、いけんじゃないかなって5ドルだった。全然買おうと思いますね。いや、もうほんとウェーブとか持って、いや、ほんと前週とまで全然違った雰囲気。前週はちょっとウェーブ失敗してましたもんね。いや、この日はもう間違いなく、ほらほら、おお、すごい。で、周りはすごい分かれてないの、チームごとに。もうレアルマドリードファンとその FC バルセロナファンがバラバラ。こう前なんて左がフォルム一緒だけど、この2人あのレアルマドリードファンと、バルセロナファン全然関係ない。あ、でもそれでも仲良くこうなんて好きなチームを応援している形がいいですね。そうで、これ何してると思う？何してる？プロポーズですか？そう、すごくない？しかもレアルマドリードファンとバルセロナファンのカップルがこれはイエスって言った後の盛り上がりですね。これノーだったら辛いっしょ。おー、これ生で見たかったな。もう周りの盛り上がりもすごいですね。いや、でみんなでこうやっておめでとうって言いに行くのよいや、素敵な彼すごく嬉しそう。そりゃ嬉しいよね、この女の子。いやもう二人とも幸せそうでそんな甘い二人に、まあ、感化されたわけではないけどドーナツ屋さん見つけたの、うん、ピンクボックスってすごい今ラスベガス人気でしょ。で、ね、ちゃんとレアルマドリッドとあのバルセロナのマークがついてるドーナツに出てて、あ、この辺面白いなと思う。あとここフクバーガーってハワイから、ね、日系人が作ったラスベガスの地元のハンバーガー屋さん、すごい日本っぽいアジアっぽいハンバーガーとか作ってたりとか、ここもなかなかね、行ったら食べてほしい。そうですね、次回行った時はフクバーガーに。あ、これ完成形ね、もう完成形の酔っ払い。あ、もう服脱いじゃってますもんね。服脱いじゃってるし、で試合は本当に 1-0 だったけど本当に盛り上がって、なかなか本当あのいいカップ2人喧嘩とかするんじゃないかっていうぐらい言い合いが始まっちゃってもう試合に熱くなりすぎて、で来たのが6万人ちょっと。あ、6万人も来てたんですね。いや、すごかったね、本当パンパンでした。いや、楽しかった、一生の思い出になりました。これはもう一生に一度の試合ですね。いや、来年もやるかもよ。あ、ラスベガスだから期待ですね、それは。来年私もいやー、こんな大きいイベントが今後ラスベガスにもいっぱいあるんですよね。そうなの、目白押しなんで、まあ、それはどんどん取材していきましょうよ。はい、ぜひ、ね、あのスーパーボールだったり F1 だったり、そう、F1 来年あるしね、
はい、楽しみですね。ぜひお越しいただきたいなと思います、はい、今回はサッカーでした。ムネさんとハリンでお送りしました。また次週。